こんにちは、お肉です。ということでですね、明日放送されるテレ東音楽祭に NiziU がね、出演するんですけど、なんと NiziU が出演するタイムテーブルが出たので、ちょっと皆さんにお伝えしようかなと思います。まず、放送はですね、明日水曜日のテレビ東京系列、夕方5時半から生放送するんですが、NiziU は初披露ココナッツをやるんですけど、何時に登場するかと言いますと、9時台でーす。 とということでね NiziU、えっと、はね9時台に出演するということなので、まあ、めっちゃ楽しみなんだけど今回生放送なのでもうめっちゃやばいねもう超テンション上がるし。 初めてでしかも生って結構20もね緊張すると思うんですよねやっぱり収録の方が、まあ、その気持ち的には楽だと思うんですけど私たちも初めて見るのがこのテレ東音楽祭でしかも生放送というのがもう楽しみでしかないなっていう感じなのでもうマジで盛り上がりましょうもう毎日ねもうココナッツ出るの超楽しみだし今回本当にたくさん曲があるしこれからライブで聴けていくと思うんですけどちょっとそこら辺もね皆さんと一緒にもうああ楽しみがねたくさんありすぎてって感じなのでちょっと皆さんと一緒にまだまだ 盛り上がっていいいきたいと思いますこれからねたくさん二重の情報ね出ると思いますので、まあ、その度に動画もね作っていけたらなと思うので楽しみにしていただけたら嬉しいです私もできるだけ早い情報をね心がけていくのでちょっと見ていただけたら嬉しいですそんな感じで皆さんの、ね、今回二重が えっと、テレ東音楽祭に9時台に出ることについての感想、まあ、正直ねすごいいい時間だと思うんですよねみんながテレビを見る時間って感じだと思うのですごく素敵な時間だと思うんですけども皆さんのね感想なんかも聞いてみたいのでコメントに書いてみてください本当にねこの前もポップアップストアとかもね今回発表されてるし20ココナッツもあるしライブもあるしみたいな感じでも忙しいと思うし私たち w ィジューもでもおたかつで忙しいほどね素敵なことってないと思うので私も楽しめたらなと思います今年の夏最高に楽しむ気持ち で頑張りますのではい、よろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。